いよ。またやん。なんかこの島めっちゃ卵出てくる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はちょっとね、久々に島に渡っていきたいと思います。よし、出発。多分今までの島とは違うはず。多分違う。多分ばっかりやけど。どうしようかな。釣りでもしよっか。しかし、魚影がよくわからねえ。さあ、来いよ。お金をたくさん稼がねば。よし、来い。イカ？イカを釣り上げた。イカよろしく。多分イカはもう寄贈していたはず。この辺の貝とかは別の種類やったりするんかな、島にあるのと。シャコ貝。わからねえ。全くもってわからねえ。この辺の魚はよ。どれも寄ってこねえ。さあ、来い。お、君？あれ？無人島でも卵、無人島でも卵が釣れるの？マジで？てかちょっと待って、サクランボ取って帰ろう。よし。いいね、いいね。サクランボ。この辺の魚は？多分前に行った島は、うちの島と同じ、リンゴがなっとったはずやけん。あ。あ。今回、サクランボがなっとるってことは、また別の島に着いたはず。ちょ、待って。は。来いや。あ、それはちょっと来ないな。さあ、来い。なんか若干空明るいね。てか若干空がちょっと、なんていうん？赤と青みたいな光が。来い。お？はい、来たー。また卵。マジか。マジか。よっ。やっぱ時間帯によってね、出る虫と、出ん虫と、おるやろうし。なんかすぐ逃げそう。ちょいと待ってね。あ、よし、来たー。いやー、気持ち悪い。ん、これは人面カメムシを捕まえた。人の顔にしか見えない。人面カメムシなんだそれ。思うんやけどさ、もうててーんみたいな感じで、正面に向けるのをやめていただきたいよね。見せてくれなくていいよーって思う、ちょっと。は、よしさ、こっち普通のカメムシ。ん、これはカメムシを捕まえた。くさーい。よし、ゲットゲット。じゃあ、あとはもう。よし。岩を叩いていく。ここでも、卵をゲット。めっちゃ出てくるやん。めっちゃ出てくるやん、卵。めっちゃ卵なんやけど。大量。よし。ここで取れる虫はこの2種類ぐらいかな。新しいの。あのちっこいやつは何やろ。あれはきっと卵じゃないはず。なんか海の中に岩みたいなのあるよね。ほい。はい、来たー。あ、タツノオトシゴや。よし、これ前ね、ジャスティンに渡してしまったけん。ちょっと今回は寄贈をしようと思う。博物館は、うわ、びっくりした。博物館はあれよね。24時間空いとったよね、確か。よ。またやん。なんかこの島めっちゃ卵出てくる。超卵出てくる。なんか最近金鉱石が全然出てこんのよね。よいしょ。無人島は一体何種類あるんだろうか。
よし、帰ります。その辺に、びっくりしたー、もうやめてや、びっくりさせるの。やっほー、こんばんは、まさしく。こんばんは、まさしく。世間話でも晴れた空は気持ちがいいね、まさしく。まさしくっていう口癖、他にも誰かおらんかったっけ？気のせい気のせいかな。そんな何人もおらんか、そんな口癖。季節関係あるんかな、ヤドカリって。ヤドカリが最近全く見当たらなくって、あの網を作った後から全く見かけになったんよね。それまでめちゃくちゃ出よったんやけど。案内所は24時間いつでも行けるんかな。お、くるぶし。結構みんな遅くまで。待って、ガー取りたい、ガー。ちょっと待って、ガー捕まえてから来るね、また。ガー捕まえてからはいいんやけど、あ、大丈夫か。網はちゃんとあるね。よし。か。オッケー。ん、これは。ガーを捕まえちゃった。怖くない、怖くない。なんか、蝶々と同じような感じやのに、なんであんなに気持ち悪いんやろ、願って。やっぱ、色味的なものかな。はい、ふーたくん、寄贈に来たよ。おほ、お手伝いできることがあれば、なんなりとおっしゃってください。寄贈します。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。はい、人面、カメムシとカメムシが。あれ、タツノオトシゴはもう寄贈してる？わ、まとめてお待ちくださったんですね。はい。では、ありがたく収めさせていただきます。あ、わざわざとお手伝いいただかなくて結構ですよ。こちらで勝手に引き取りますので。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？タツノオトシゴできんかったよね。あ、じゃあもうとっくに寄贈してるってことか。なるほどね。はい、オッケーです。じゃあ、タツノオトシゴは売るということで。多分もうお店は閉まっとると思うよね。お店、お店。ほら、閉まっとるやろ、多分。たぬき商店営業時間朝8時から夜10時。あとはエイブルシスターズも多分、同じな気がする。ほら、朝、あ、夜9時、エイブルシスターズの方が早く閉まるんやね。なるほど。じゃあちょっとここに入れとくか。お店の買い取りボックスだ。何か売ろうかな。ここ結構さ、一個一個こう、合計で足していってくれるけん。なんか、ね、いい感じなんよね。一回400ベルもするんや。ほら、今いくらかみたいなのが、きっちりわかるけん。結構楽しいんよね。え、何個あるのこれ。え、どういう状態？え、どういうことどういうこと？あ、びっくりした。何しやん、私何回も。選べてないんかと思った一瞬で、タツノオトシゴ、これぐらいかな。え、すごい。え、この5つで2496もいくん、結構やん。はい、これで次の日にあのタヌポートの ATM のところでお金を引き出せると。タヌキチがなんか掃除しようんやけど。え、意外。めちゃくちゃ意外。タヌキ開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。3日連続ボーナス100マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことでちょっとタヌキマイル交換したいんやけど。今回どうしよっかな。何かしら。街灯はなんか元々あるやつがあるけんさ。まだちょっといいかなって感じなんやけど。観光望遠鏡。これ灯台の近くに良くない？自販機、スプリング遊具、パブリックベンチ。まあ、ちょっとずつ向こう側、ね、渡った向こう側の整備をしていこうかなというので。回るコーヒーカップめっちゃ可愛いやん。遊園地も作れるってこと？あ、でも遊園地っぽいもの一応これしかないんか。とりあえずはそれしかないんか。風力発電機。ソーラーパネル、サッカーゴール。とりあえず私は、
プリング遊具。これを取ります。スプリング遊具は2000マイルになります。交換いたしますか？交換します。商品の交換を受け付けました。商品は郵送でご自宅へお届けします。他にも交換いたしますか？結構です。ご利用ありがとうございました。あれ、掃除しようよね、多分。すごい。よいしょ。さあ、それじゃあ。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。え、新しいのとか別に何も入ってないよね、レシピ。このイースターシリーズ。とりあえず今あるやつは全部作れとるけど。ふんふん。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、今回も微妙な違いではあるけど、また新しい島に行けたってことで、なんか夜にしか出んような島みたいなのもないんかなって思ったんやけど、どうなんやろ。でもありそうよね。あと時間帯、夜、そっか、時間帯か。とか、季節によっても違ったりとかするんかな。謎。